後半戦はリードエフォードエールズのキックオフで再開する形になります。エールズキックオフキッカーは21番の小山。対しまして大阪ガスリターナーは6番と25番が配置されました。6番は川上、25番は藤原です。さあリターンに入ります大阪ガス。これはエールズ1番がカバーしまして、大阪ガス陣25ヤード付近からの攻撃という形に変わります。さあ後半最初の攻撃シリーズは大阪ガスが迎えます。ボールオンは自陣26ヤードから大阪スカンクスファーストダウン10。まずはランプレーから入ります。ランニングバックに達しまして右オフタックルのランプレー、キャリア34番、タックルを受けながら約5ヤードのゲインとしています。大阪ガスの34番は辰馬です。失礼しました、ゲイン6ヤードに訂正します。大阪ガスセカンドダウン4、ボールオンは自陣32ヤード。ナイスラン、ファースター。今度は右オープンへのランプレー、ハンドオフを託されました。ランニングバック26番スピードになりまして一気に攻撃権更新を果たしています。大阪ガススカンクスファースター、見事攻撃権更新を果たしました。大阪ガススカンクス26番の選手、素晴らしいランプレーでした。失礼しました、先ほどのキャリアは25番です。25番の藤原でした。大阪ガスファーストダウン10、これはエールズナイスディフェンス。三度のランプレーにより勢いをつけようとしました大阪ガス、しかし今度はエールズ1番がラッシュしまして、このランプレーを3ヤードロスに変えました。エールズ1番は足立。大阪ガスセカンドダウン13、ボールオンは自陣46ヤード。さあしかしさらにランプレー重ねる大阪ガス、今度はパスに見せかけたドロープレー、裏を突く形でランプレーを決めました。これによりまして約6ヤードのゲインとしています。大阪ガス相手陣に入りました。相手陣47ヤードからサードダウン7。さあここでハンドオフオプションで右オープンをつきました。しかしこれはエールズディフェンス陣が見事対応しまして、この攻撃阻止しています。フォースダウンに変わります。大阪ガスフォースダウン6、パントフォーメーションを選択しました。
このパントをコントロールよく、ボールはエールズ陣10ヤード付近で止まりまして、この位置での攻守交代となります。大阪ガス、まず後半最初のシリーズ、残念ながらパントに終わりましたが、しかし見事なパントによりまして、エールズを奥深くに追いやることに成功しました。攻撃権は変わりまして、次はリードエフォートエールズの攻撃に変わります。エールズ自陣11ヤードからのファーストダウン10。発生している。さあ、クォーターバック4番がここでパスを投じようとしましたが、ファンブルをしました。あわや攻撃権喪失かというところでしたが、しかしオフェンスが見事なんとか抑えまして、攻撃権は確保しています。しかし大きく後退し、自陣1ヤードからの攻撃になりました。エールズ自陣1ヤードからセカンドダウン、22の状況に入ります。ここでホイッスル。ここでダウンを訂正します。セカンドダウン21の状況になっています。ここでエールズ後半1回目のタイムアウトを取りました。混乱がありましたエールズ、ここで制限時間内にプレーを始められず反則となるところでしたが、これを避けるためここで後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのトラブル、エールズ非常に痛いプレーではありましたが、しかしかろうして自分たちの攻撃権はまだ確保しております。さあ、それを災い転じて福となせる形に持ち込むことができるでしょうか。対しまして大阪ガスは、これはまさに好機になります。この状況を一気に逆転の機会とすることができるでしょうか。ヘイルズ自陣1ヤードからセカンドダウン21。クォーターバック4番、ハンドオフフェイから自らキープし、右オープンへのランプレー、相手ディフェンスの裏をかくように約11ヤード獲得しました。厳しい状況をなんとか取り返す形に成功した格好です。しかしサードダウン、3回目の攻撃に変わります。エールズ陣11ヤードからサードダウン10。4番、パスによって打開を図りましたが、プレッシャーからスクランブルに変えました。前進はしていますが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ヘルズフォースダウン4でパントフォーメーションに切り替えます。ボールオンは自陣18ヤードからエールズフォースダウン4、パンプフォーメーション。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。コールは大阪ガスとありましたが、エールズの反則です。交代違反、フィールドの中は12人いました。
アメリカンフットボールはフィールドの中は11人以下でなければいけません。交代の時間も含めて11人以下でなければいけません。結果5ヤード抜体という形になりまして、フォースダウンに入ります。従いましてエールズフォースダウン9でパントフォーメーション。さあリターンに入る大阪ス。リターナ粘りまして相手陣30ヤードを超えた地点を確保しました。この位置から大阪ガスの攻撃と変わります。リードエフォートエールズ、厳しい状況はなんとか挽回を図る形に持っていきましたが、しかし大阪ガスこれを逆に有利な状況を続けております。大阪ガス相手陣29ヤードからのファーストダウン10。さあここはランプレーをまず入れました。なにわ黒9番ハンドオフから左にカットバックを切りましたが、これはエールズディフェンス陣に対応しましてゲインは約3ヤードにとどめています。しかし素晴らしいスピードとステップワークでした。ランニングバック6番、大阪ガス6番は川上でした。大阪ガスセカンドダウン6、ボールオン相手陣25ヤード。さあ一気にガスナイスラン、ファースター。ランニングバック34番、ハンドオフから右オフタックルを突破、そのまま勢いに乗りまして一気にゴール前に詰め寄る素晴らしいランを決めました。大阪ガスカンクスファースター、素晴らしいランを決めました。大阪ガスカンクス34番は立つま。これにより大阪ガスは一気に相手陣2ヤードに攻め入ってのファーストダウン2ゴールに入ります。さあ残りこの4回の攻撃でこの2ヤード獲得しタッチダウンを狙います。大阪ガスファーストダウン2ゴール残り2ヤード。これはエールズナイスディフェンス。まず中央へのランプレーによってこの2ヤードを取りに来ました大阪ガス。しかしここでエールズディフェンス陣が殺到。最終的に9番がチャージを決めましてこのランプレーを1ヤードロスに変えました。大阪ガスセカンドダウンに変えます。エールズ9番は梅本でした。大阪ガスセカンドダウン2ゴール残り3ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。ディフェンスホールディング、レシーバーがパスコースに出る際に相手選手を掴んで妨害したという反則です。パスインターフェアと混同しがちですが、これはディフェンス側のホールディングの反則です。この反則によりまして反則発生地点までの罰則という形になり、攻撃権はファーストダウンに リセットされます。従いまして大阪ガスは1回目の攻撃に戻りました。
ゴール前1ヤードの位置にボールがセットされ、大阪ガスファーストダウン2ゴール残り1ヤードの状況で試合再開です。大阪ガスファーストダウン2ゴール、さあ中央にランプレーだが、このランを阻止しました。エールズ一気に中央突破により攻撃タッチダウンを狙いました大阪ガスでしたが、しかしわずかに届いておりません。セカンドダウンに変わります。エールズここではまだディフェンスのフロント陣踏ん張ります。大阪ガスセカンドダウン2ゴール残りインチ、これを止めます。再び中央へのランプレー、しかしエールズ21番猛チャージしまして、失礼しました、入りましたタッチダウン。凄まじいチャージによりましてこのラン阻止したかに見えましたが、ランニングバック見事に体をねじ込みましてエンドゾーンに入ってタッチダウンです。凄まじい攻防がありましたこの一戦、最後は決めました大阪ガス、タッチダウンにより6点獲得となります。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加、大阪ガススカンクス10点、リードエフォートエールズ7点、逆転となりました。大変凄まじい1ヤードの攻防が繰り広げましたこの第3クォーター、しかし最後は大阪ガス見事にそれを押し込み切りまして逆転のタッチダウンを上げるに成功しております。さあこれにより優劣逆転しましたこの試合、エールズはこの反撃のシリーズ実らせ再逆転となるでしょうか。試合は先ほど得点を挙げた大阪ガスのキックオフで試合再開となります。さあエールズリターンに入った、エールズ陣30ヤードを超えた地点からの攻撃となります。佐藤様、そうですね、エールズのクォーターバック4番信弘、素晴らしいスクランブラーでもあります、またパッサーでもあるというのが魅力です。しかしこの状況チャンスを逃さず決めた大阪ガス、試合の状況をひっくり返すことに成功しています。エールズファーストダウン10、さあまず中央へのランプレーから入ります。密集点の突破をランニングアップ34番に託しました。これは大阪ガスのディフェンス陣集まりよくゲイン1ヤードに留めています。失礼、ゲイン2ヤードに訂正します。タックルしましたのは大阪ガススカンクス93番の軍事掛け。エールズセカンダン8、クォーターバック4番パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクランブル外へ出ましたが約3ヤードほどゲインとしています。クォーターバック4番は信弘です。ゲインは2ヤードに訂正します。
ヘイズサーダンシックス、ボールオンは自陣34ヤード。パス不成功。ここで内に切れ込んできたワイドレシーバーへのパスを投じました4番。しかしこのパスわずかにショートし、パス不成功に終わっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。ヘイルズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。大阪ガスリターンに入る。左への展開を図りましたが、自陣35ヤードを超えた地点での攻撃となります。攻撃権は大阪ガススカンクスに変わりました。大阪ガス自陣37ヤードからファーストダウン10。抜けている、さらにかわした。ビッグゲイファースト。難枠10番、ここでフルバックのダイブプレーを託されました。中央突破を図らんとしたこのプレーですが、しかしディフェンスを振り切り一気に独走、大きく前進し攻撃権更新としています。大阪ガススカンクスファースト。見事なランを決めた大阪ガス10番が足りた。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして、大阪ガススカンクス10点、リードイフォートエルズ7点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。